あの竹とね日本人っていうのは実は何千年もの付き合いがあってですよ。でもそれがもう近年のそのプラスチックとかあるいはその新素材が入ってきたから、今の皆さん若い方中心に竹っていうのほとんど忘れられてるじゃないですか。実は竹って日本人の周りにたくさんあっていろんな生活の役に立ってきたんだよ、立つんだよということをもう一度見直していただきたいなという思いがあってですね、今回バンブーフェスタの方で展示にさせていただくことになりました。まあ、竹っていうのは、ね、特にですね、この竹トラッカーのボディ見てもらったら分かるんですけど、こういうねまっすぐその竹のまま使えば直進性があってものすごく硬いんですよ。ところが細く肥後にしたらこういう優しいラインができる、あるいはこういったハンドルまで竹で巻けてしまう。10と5、硬さと柔らかさ相反する2つの性格を持った最高の素材なんですよ。これをぜひね皆さんに知っていただきたい、そう思ってます。